皆さんこんにちは、川島貴博です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、久しぶりに高円寺に来ております。ちょっとね、冬物なんかも多少入ってるだろうなと思いつつ、まあインスタとかでね、いろいろ見ててね、なんかダウンとか、あと厚手のコートとかニットとかも多く入ってたので、ちょっとそれらをねチェックしに行きたいと思います。今日も京都って一人なんでね、多分いいもの巡り合えると思います。行ってきます。どう回ろうか今考えています。気がつかん、なんか商店街側から行くか逆サイから行くかいつも悩むんですよね。まあちょっと逆サイから攻めてチラチラ見てみます。幸先いいですね、パンツを2本も買ってしまいました。ちょっと前から欲しかった系のパンツがあったんで、ちょっとそれ買いました。次行ってみましょう。安定感の 50-50 にちょっとなんもなかったっすね。系列のキューバとかがね、個人的にお気に入りなんで、ちょっとそっちの方に向かってみたいと思います。レザーを買ってしまいました。散財や。はい、いろいろ回りました。テカスト行ったりとか、あとは他の古着屋さんね、商店街の方結構回ったんですけど、まあ言ってね、今日はパンツ2本のレーザージャケット1個かなっていうところです。今から車で帰るんですけど、ご覧の通りも夕方なんですが、今日僕何も食べてないんで、ちょっとね食事をしたいと思います。はい、食事制限中なんですが、今日何も食ってなさすぎて、ちょっと肉食ってやろうと思ってヒレ300食ってやりましたね。言っても酒飲まないくらいなんでね、余裕でございます。お腹いっぱいだし、帰ってちょっと購入品の紹介したいと思います。はい、っていう感じで高円寺から帰ってきました。まあ、今日は3点購入したんですけども、パンツ2本のジャケット1個、パンツが各1万ずつくらいの、ジャケットが3万2000円とね、5万円ちょっと散財してしまいました。まあ、どんなものが多かったかとかね、やっぱ高円寺これから行こうかなっていう人でね、気になると思うんですけども、エクワックスとかはやっぱありましたね。レベル7のダウンジャケットもね、まだ各サイズいろんなところ、まあ、今回は買わなかったけど、ステッパーヘッドさんとかにもありましたし、キューバーさんとかにもあったし、色的にはグレーとかコヨーテみたいなカラーとか、使いやすいブラック人気だと思うんですが、そういったものもサイズ揃ってたので、まあ、気になる人だったりとか、やっぱ人気だと思うんでね、ぜひチェックしてみてください。あとやっぱどの店もね、冬のラインナップ増えていて、コートとかね、今の時期すごく使えると思うんですけど、そういったものがとても多くて、中でもメルトンとかウール生地のねアイテムが多いので、ちょうど冬物探してる人にはね、お買い物楽しいのかなっていうふうに思います。まあ、その中で迷ったのは、あとスニーカーとかね、結構最近また買おうかなっていうふうに思ってて、アディダスのスニーカーとかかっこいいのあったんですけどね、ちょっとサイズが合わなかったりとかして、まあ、今回はここに落ち着いたっていう感じになります。まあ、ちょっとそれぞれご紹介していきましょう。パンツからいこうかな。パンツこれ、まず1点目、こうエアフォースワンみたいな生地のね、モコモコパンツになります。まあミリタリーのアイテムですよね。こんな感じ、これも1万円くらいだったんですけど、ウエストのところがね、こんな感じのマジックテープなんですよ。だからスナップボタンとか全くなくて、ここで止めて、でなおかつね、ウエスト EG 仕様になってるし、このドローコードもついてるので、まあ、そこで締めつつ、あとはジップもついててっていう感じです。裏地はこんな感じでオレンジになってるんですけども、まあなんかね、こういう風なモコモコ系でダウンパンツみたいな1個欲しいなと思ってたんでね、ちょっとコーディネート組むのも楽しそうだなっていう風に思ってたんですけども、その中でもね、このエアフォースワンみたいなちょっとミリタリー系のナイロンパンツなんかあったので、これにチャレンジしてみようかなっていう風に思ってます。裾のところもね、女リブザエアフォースワンの袖みたいな感じになってるんですけど、こういうのってどういう風に合わせるのかなみたいなところでね、自分的にも挑戦的なところがあるので、これを買ってみました。これちょっとまず履いてみようか。はい、着用してみました。まずちょっと遠目でね、画角やってるんですが、意外にいいね。生地もね、分厚くて中綿も入ってるんで、こうドレープの出方というか、くしゃくしゃになり方がね、すごく特徴的。僕カーゴパンツほとんど履いたことないんですけども、こういう感じのね、ミリタリーパンツだったら割とありなのかなっていうふうに思います。ちょっと画角近くしてみます。
はい、こんな感じ。あ、割といいっすね。このシワの出方とか光沢がねすごくある生地なので季節感も出ますし、なんか程よいねミリタリーさとワイルドさがあるパンツなので、あ、これは面白いっすね。裾のところねリブがどうなるかって気になってたんですけども、こう内側に入っちゃいますね。なので変な風も入ってこないし、スニーカーとか合わせても全然変じゃなさそうです。ちょっとスニーカー合わせてみましょう。はい、アディダスのねアーミートレーナーっていう、これもねジャーマントレーナーチックなねミリタリー合わせみたいな感じで合わせてみました。ちょっと白がパッキリかなり浮いてるんですけども、スニーカー合わせてもね結構太めのパンツなんですけども全然違和感なく着用できてると思います。あ、これいいね。で潮目もねここの太もも膝くらいかな、もうそこにねこういったちっちゃいポケットだとペンが入るような小物ポケットもありますし、このね普通に両方にポケットもあって、ケツポケフラップポケットでね両サイドありますので、これはいいな、いい買い物した。サイズもドンピシャで色ね、もう一個黒あったんですけども悩みましたね。黒も買ってよかったなこれ。うん、なんか中学生の時とかこんなパンツ履いてた気がするんですけど、一周回ってかっこいいですね。これにブーツ合わせても良さそうですね。ちょっとブーツも合わせてみよう。はい、ダナーのねブーツに合わせてみたんですけど、こんな感じですね。別にリブをもうシャフトにかぶせてるわけじゃないです。このままね下にタプンってやるとリブの部分がねへこんで、こういう風に上からしっかりとかぶさってくれるので、あ、便利っていうかすっげーあったかいですし、生地的にも軽い素材なのでこれからの時期めっちゃいいですね。あとはバイクを僕はね今待ってるんですけど、バイクが届く時期は真冬なんでね、そういった時にね大活躍するんじゃないか疑惑のあるパンツですね。はい、これが1点目。うわ超いいわ。はい、そして2点目なんですけど、これもパンツですね。なんか店名なんだっけ、ラフさんとかいう、僕初めて行ったんですよ今回。あ、角っこにあってね、こうなんか中がガラス張りで見えるんですけど、なんかラインナップすげえいいなと思って、でフラッと寄ってねパンツを2本買ってしまったんですけども、これがねポロラルフローレンのスラックスになってます。他にもねこう2タックのものとかもあったんですけども、このね2タックが程よい感じ、やりすぎてない感じと生地のこのとろみ感、めちゃくちゃ柔らかくてねテロテロしてる素材なんですけども、生地的にはちょっとね気もしてるんで、やっぱり今の時期秋冬のアイテムなのかなっていう風に思うので、まあ、そういったところでねカラーリング的にもアースカラーで使いやすいものを買ってみました。すっごいねこうゆったりとしたシルエットで、裾のところもねこんな感じになってるんですけど、生地が柔らかすぎて下にだれているっていう謎のねゆったりさ加減になっているパンツになってます。多分ねこれ裾上げしてあったのでほどいてっていう感じの跡があるので、まあ、そんな感じにね前に着てた人が使ってたのかなっていう風に思います。これもちょっと履いてみます。はい、着用してみました。これもちょっと引き目のね映像から撮ってるんですけど、おおいいっすね。このとろみ感多分映像でも伝わると思います。めちゃめちゃヒラヒラしてます。生地的にはねそこまで分厚くないんでね、この中に真冬とかだったら桃引きみたいな履いた方がいいと思うんですけど、まだね今11月の頭らへんなんですけども、今の時期だったらこれでも全然過ごせます。このとろみ具合というか、ワイドシルエットとね2タックの感じ、腰回りのゆったりさってところがね生地にもすごく合ってると思うので、まあ、こんな感じでいいよね。春なんかもこういう風に半袖 T シャツにこのスラックスにハットみたいな、これでワンコードできちゃってるかなっていう風に思います。ちょっとね具が変えてみますね。下半身メインだとこんな感じですね。横に広げるとかなり太いのが分かると思います。ただ生地がすっごいねトロトロしてるんで、下にストンともうほぼシワなく落ちてくれるっていうところすごく特徴的だと思うので、まあ、合わせるんだったらね、まあ、ブーツとかごっつい系のものよりもやっぱタングツリッカーズとかオールデンとか合わせてね、このゆったりさとちょっとギャップ出してもいいと思いますし、あとスニーカーなんかで外すっていうのがとてもいいのかなっていう風に思います。ちょっとスニーカー合わせてみましょう。はい、合わせてみました。ウエストびっちり履いてるんですけど、ちょっと落としてあげてね、裾だまり作ってスニーカーとか、こういう風な古着のコンバースのネイビー合わせるんですけど、色合いも絶妙ですし、めちゃくちゃ合うと思います。ただ僕持ってるドレッシューズだと GSG バスとか、あとトリッカーズのサイドゴアとかね、そこら辺でしっかりと合わせてあげて、上もね、きれいめのコートとか合わせてあげると、すごくね、調子いいのかなっていう風に思います。さっきのパンツとね、系統が全く違うのでね、これはこれでね、長く使えそうなので、重宝していきたいと思います。生地がすごい。はい、そして最後の一品なんですけども、これはねいつも公園で行くと買い物しているキューバさんで買ったんですけども、こちらですね、レザージャケット。レザーでね 3万2000円だったらまあいいかと思って購入してしまいました。これがねレザータイプのエアフォースワニーになります。革の質感とかがもうやれまくってて、ステッチとかそういったところもね剥げてきちゃったりとかしてる部分もあるんですよ。この革の感じがねザ・古着感があってとてもかっこいいなというふうに思いました。バックシルエットはこんな感じ。いい。これも着用してみます。あったかさのところもしっかりしててね、こういう風に中がギルティングになってたりとかするので袖通しも割といいですし、着用した時のねあったかさもしっかりとありますので、真冬でもね、まあ、中に半袖 T シャツだったら無理だと思うんですけども、厚手のロン T とかあとスウェットを多分着用すると思いますので、それだったら全然いけるかなっていうところですね。はい、
こんな感じ。かっこいい。ちょっとね、この裾のね、リブがもうやられちゃっててね、こうビヨビヨではあるんですけども、元が多分かなりキュッとね、サイズ作られてたのか、まあそこまでだれてない感じはあると思うんですけども、こんな感じですね。で、古着とかだとね、袖が足りないっていうのはかなり多いことなんですけども、しっかりとこのリブのところで親指の第一関節くらいまで来てるので、まあ、そこのサイズ感も良かったっていうのがポイントですね。で、レザーの MA1 とかね、持ってなかったので、まあ、なんかね、これを見た時に惹かれてしまったのとか、さっきね、パンツにもあったこういう風なギミック、ザ・エアフォースワンみたいなところだったりとかがレザーでできてるっていうのはね、すごくなんかね、バランスいいなっていう風に思ったので、最近こういう風なちょっとルードな格好、まあ、ハットに合わせたりとか、まあ、ちょっと柄物のシャツとか中に挟んでね、レザーの MA1 を楽しんでいきたいと思います。てか、今まであれだね、MA1 のことエアフォースワンって言ってましたね。すいませんでした。たまらん。こういう風なスラックスで合わせてもいいよね。ちょっと引いてみようか。はい。こんな感じでね、ちょっとゆったりめのスラックスに、まあ今の時期だったらまだ半袖 T シャツとかロン T とかでいけるんで、その上にこのレザーの MA1 で黒のハット。たまりませんね。今回の高円寺古着のツアー大成功でした。以上の3点がね、今回高円寺で購入してきた古着なんですけども、まあどれもめっちゃ当たりでしたね。他にも結構いいアイテムあったんですけども、ピカイチでね、これらが良かったので、まあジャケットがね、3万円高えなとは思ったんですけども、まあレザーだしな。まあこの質感でね、革もしっかりとしてるので、まあ割と使えるかなと思って買ってみました。まあ秋冬でね、もう本当にジャケットやらブルゾンやらなんやらかんやらとね、散財しまくっておりますが、やっぱり秋冬がね、ファッションすごく楽しいので、今後も機会があったら買おうかなというふうに思うんですけど、ちょっと節約していきたいと思います。やりすぎましたっていう感じでね、まあ、今回は高円寺行ったんですけど、ちょっと最近下北とか、三茶の方に行けてないなっていう風に思うので、まあ動画回すか分かんないんだけどね、また機会があったら古着屋巡りやってみたいと思います。っていう感じで、今回の動画が良かった、参考になったとありました、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。過去にもね、何回か高円寺古着の巡ったりとかね、おば散歩っていう企画で買い物行ったりとかしてるんで、そういったところで店名だったりとか、まあ、住所載ってる動画なんかもあると思うので、よかったらね、そういった感じで古着屋巡りたいなっていう人の参考になれば幸いでございます。なのでそちらもよかったら見てみてください。では次の動画でまた会いましょう。バイバイ。